はい、そうしましたら、前回のね、続きをやっていきたいと思います。裾の方の編み足しをするところからでしたね。ここまでが、六角形になってた分で、これだけ編み足しをしました。27段編んでいます。結構ね、長めのものになりますね。そして袖の方ですけれど、袖も、編み足しをしています。これがね、袖、ここまでが身ごろとくっついてた、六角形の部分ですね。そこにこれだけ分、7段編み足しをしました。この、長さの方はもうお好みでね、いいと思いますので、ご自分の、コートとかカーディガンとかそういうものを参考にして長さを決められたらいいかなと思います。袖口の方が結構ね、こう広がってるっていうか、幅が広いですので、あまり長いとちょっとこの辺りがね、もさもさすると思いますので、ちょっと短めの方がいいかなと思います。はい、これも今同じような感じになっています。はい、前回ね、これ後ろをつないで、そしてこれだけ分ね、はい、この分これだけ編み足しています。そして袖の方もここまでが六角形の部分で、これだけ編み足しています。はい、そしたら反対側のこの袖ね、こちらの方からいきたいと思います。はい、こちらの方はここが表目になっていますので、次は裏を、編むということになりますので、編み地を返してこちらの方から糸をつけて、袖の足りない部分を編み足していきたいと思います。はい、糸をつけて3目立ち上がりを入れますね。そして根元、ここのね、穴から、始まることになります。はい、鎖を編んで次のところへ行きますね。1、2、3、長編み3目と鎖を1目、こういう形で編んでいきます。裾とね、同じようになりますね。足りない分を、お好みの長さまで編むっていう形でいいと思います。そしたら端までね、来ましたので、ここのね、角の部分になりますね。ここに、はい、3回長編みを入れて1段編み足したことになります。はい、そしたら次はまた立ち上がりを鎖3目入れて編み地を返しますね。で、次入れるところはここにありますね。はい、こういう形で、お好みの長さまで編み足していってください。はい、本体の方もね、袖口を編み足していきたいと思います。途中ね、長さを確認したいときはこういう形でところどころね、止めて一度羽織ってみられたらいいと思います。ここが、真ん中になって、襟をね、こういう形になるところです。はい、そしたらここね、袖口の方を編み足していきたいと思います。はい、今ここが表目になっていますので、こちら側から編むようになります。袖の配色は、右左ね、同じようにされたらいいと思います。はい、こちらの方から糸をかけて取ってきますね。立ち上がりを3目入れますね。はい、そして長編みを2目鎖を1目そしてここへ行きますね。はい、こういう形で、本体の方もお好みの長さまで編んでいってください。はい、そしたら、こちらね、袖をかがっていくんですけれど、ここがこう中心ですね、前の中心になります。で、ここが、こう開くところになって、この上にフードをつけたいと思いますので、模様 1,2,3,4,5 5模様のところで印をつけます。はい、ここまで閉じますね。はい、そして要所要所に、こういう形でピンなどを、つけて、留めておきます。はい、そしたらここからね、かがっていきます。
色はですね、この辺はずっと同じ、ベージュの色なんですけれど、ここ編み出したところが色がこう変えてありますね。そこのところをベージュでかがると、ここにこう糸が目立ってしまいますので、やはりここは同じ糸で、かがる方が綺麗と思います。はい、この角のところに針を出して、何回か通しますね。そしてここは、長編みとか、鎖編みの、ところになりますので、目がねはっきりこう向こう側の目っていうのが分かりにくいんですけれど、向かい合っているこの編み目を色がね変わっているところまですくっていったらいいかなと思います。こういう感じですね。でここまで来たらまた色が変わりますので、これを裏側ね、裏側に出しておいて、糸始末はここでしてる方がいいですね。その都度しておきましょう。はい、同じ色のところですので、こういう形ですくって引き返していたりすると、大丈夫だと思います。はい、こんな感じですね。はい、ここもね、もう後からでもいいですけどね、糸始末の方をしておきます。同じ色のところに適当にねくぐらせて、そして次は、こちらのねグレーの糸になりますので、またこの辺りからこう出してすくいますね。針を出して、こういう感じでね閉じ合わせていきます。ここまでねこの色で閉じ合わせたら、あとは、ベージュの色になります。はい、そしたらここねこの色とここね、グレーの方とつなぎ合わせました。今からこちらのねベージュの色を、つなぎ合わせていきます。はい、糸の長さですけれど、だいたい3倍くらいを目安に糸をとじ針に通します。そして後ろからね針を出しますね。でここは糸始末をする分だけ残しておいてください。そして目をね開っていきます。これですね、長編みの目をすくっていきますね。長編みが3目と鎖がありますね。鎖目もきっちりね、開って、ね、取り付けていきます。でこんな感じになります。最後までね、そしたらここのね襟のところまで来ました。この印のところまでね、ここまで、閉じます。そしたら後ろに針をやって、あとは糸始末をします。適当に糸をくぐらせて糸始末をします。カットして、でこんな感じですね。こちら反対側の袖も今と同じようにしていきます。はい、そしたら袖の方ですね、ここ閉
じ合わせをしました。そして襟元がこういう形で開いている状態になりますね。ここが背中の中心です。そしてねここをね、ご模様残した状態にしました。この、襟の部分を往復編みで編んでいってフードをね、つけていこうかなと思います。はい、ここからね編んでいきます。はい、こちらの方でねちょっと説明しますね。今このね、お袖を両方つけて、そして襟元がこういう形になってますね。でここからこうずっと後ろ側を通って前の襟のところまで編んで、そしてまたこちらの方へ戻るっていう往復編みをして、フードをね作っていきます。はい、編み目を見てこの裏側になってる方から編んでいこうと思います。ここから糸を出して1、2、3で立ち上がってこの穴の中に1、2ですね、はい、鎖を1回、そしてこの次の穴に行きます。1、2、3と入れて、はい、ここに行きますね。ここはちょうどつなぎ合わせているところになりますので、次入れるところはここになります。はい、こういう形で、ずっとね穴、この穴があるところを、長編みでね入れていきます。ここの次、背中のところもこことこことを入れますね。ここに入れていう形で、先まで行きます。こちらの方でやってみきます。これが襟の角のところになりますので、ここに針を入れて糸を引き出していきますね。もう毛糸はねお好みでいいですので、私は同じここの色と同じのにしますけれど、色を変えてもいいと思います。はい、3目で立ち上がって1、2と入れて鎖、はい、そしてこの穴ですね。1、2、3、はい、こういう形で編んでね、ここが袖を編み足して、こちらの方が閉じつけたところですね、縫い目に、ね、なってます。そしてフード、これフードをね襟からずっと開いてこれだけ編みました。26段編みました。段数よりも何センチって言った方がいいと思いますね。はい、35センチほどありました。そして裾の方も35センチぐらい、これね測ったらあるんですね、編み足した分ね。これはでもね27段ありましたね。ちょっと同じぐらいの長さなんですけれど、段数がね1段違うということは多分目が緩くなってきたのかなと思いますね。はい、お好みのサイズまで編まれたらいいと思います。目数の方はね特に気にしなくてもいいと思います。はい、そしてこのフードを今からね閉じつけていきます。これは最終編み終わった糸を利用した方が糸処理がね少なくて済むと思います。はい、他のところもねこんな感じにすればよかったんですけれど、何せ、ぶっつけでやってますので、もう切ってから残しておけばよかったって思うことがね多々あります。はい、そしたらこのフードのねここの部分を閉じます。裏側の方が裏目になっていますね。でこちらの方が表になっていますので、こういう状態にして閉じつけていきますね。はい、閉じるね糸の長さはだいたい3倍ぐらいあればいいかなと思います。そしてここの方を、編み地をこうね合わせて、また何箇所かこういう感じで、安全ピンなどで
印をつけて目数がねちゃんとなるように留めておきます。とぎ針に糸を通して、今向こうに糸が出ていますので、立ち上がりがここあるんですけれど、これの、はい、3目目に針を入れて、向こう側の糸がね出てるところに通して、もう1回ぐらいね向こうへ出しておきます。はい、そしてこちらの長編みの頭、向こう側の長編みの頭、こういう形で今までやったのと同じやり方で閉じつけていきます。編みながらね閉じ合わせる方法もねあるんですけど、ちょっとまだ試作もしていないのでね、こういう形で、確実にね閉じた方がいいかなと思います。編みながら閉じることがねできる方はそのようにされてもいいと思います。で、こういう形でこの輪になっているところね、ここまで、閉じ合わせていってください。はい、そしたらここがね最後のところになります。最後のこの鎖目、そして長編みの頭向こう側、そして最後ここは一目ねもうできないですので、これでおしまいにして、内側裏側ですね、裏側に針を出して糸始末をします。裏にね糸を出してきました。そしたら適当なところに糸をくぐらせて、一度結び目を作って、そしてあとはこの目の中へね適当に戻ってくるような感じでね、また反対側にこういう感じでいいかなと思います。はい、そしたらこれでカットをして、これでフードの方ができたことになります。はい、こんな感じですね、ちょっと大きくて分かんないですよね。はい、こちらね小さい方で確認するとこんな感じになりますね。ここを今閉じ合わせをして、そして中で糸始末をしたところになります。はい、こんな感じでフードがついて、こんな感じになりますね。ちょっとフードが短かったかな、こんな感じで、本体の方で見ると大きい、こんな感じになりますね。後ろにこう倒せて倒すようになっています。ちょっとわからないね。はい、そして、袖なんですけれど、はい、ちょっと広がった形になります。広がったというか、もうこの身ごろの続きでずっと編んでいますので、ちょっと幅がね広くって、袖を通した時になんかこの辺がやっぱりこう袖口がこう大きくって、動きが悪いので、ここをねちょっとこう、減らし目をして絞りたいと思います。とこっち側ちょっとやってみたんですけれど、はい、こんな感じにここね減らし目を、今のがここまでなんですけれど、減らし目をして、ここね、こことここと2段で減らし目をしました。そして2段減らし目をして、さらに、増減なしで 1,2,3,4,5 段編んで、そして縁のところ、これねこれまた後で言いますけれど、
縁編みをしておしまいっていう形になるんですけれど、ちょっと減らし目をしてここをすぼめてやるとまた感じも変わりますし、あの袖さばき なんだろうねここがあのわさわさするのが防げるかなと思いますので、この編み方を、説明します。編み図をね起こそうとしてたんですけど、なかなかうまくできなくって、もうあの動画の中で説明っていう形を取らせていただきます。ずっとここで継ぎ目があるんですけれど、この脇の方で糸を つないでいこうかなと思います。袖ですけれど編み足しをしてから、ここね閉じたんですけれど、ここの時点で先に閉じてしまって輪っかの状態で往復編みをして、あの編んでいってもここの部分がもっと綺麗にできたかなと思います。ちょっとこれ反省点です。はい、そしたらここから糸をつけます。延長、まあ多少ね狂ってても大丈夫ですので、ここに糸をつけますね。これも編み地を見て、今これ 裏目が出ていますので表から編むようにします。1、2、3立ち上がりを入れて今まで通り2目長編み、そして1目鎖、そして次いきますね、2回普通に編みます。2つ普通に編んで、ここのところから、減らし目をします。はい、ここは鎖1目ですね。そしてこの穴のところに今まで3回長編みを入れていたのを1回だけにします。はい、そして次のこの塊の真ん中のところに長編みを1回入れます。はい、そしてまたこのスペースですね、穴のところに長編みを1回入れます。はい、こういう形にします。そして次は鎖を1回、はい、でここ次行くところはここですね、ここに長編みを3回鎖を1回、はい、2回は普通に編みます。2回ね、2回普通に編んで、次に行くときに鎖を編んで、ここね、ここは長編みを1回だけ編みます。はい、そしてここはあの鎖を編まずに次のここね真ん中に長編み、次もここ鎖を編まずにこの穴の中に長編みを編む、こういう形にします。そしてここ今度は鎖を1回編んで、こことここは普通に編みます。この繰り返しで2回普通に編んで、3回目で減らし目、これでね減らし目になっていますのでね、はい、そういう形で1周回ります。で目数がちょっと合わないかもしれませんね、ぐるっと回って、2回普通に編んで次で減らすっていうのが合わなくなってくるかもしれないですね。でここが、ま、あの継ぎ目のところなので目がちょっとね乱れていますよね。ここ減らし目のところになります。はい、かけて長編みを入るところに入れます。はい、入れて、はい、次も入るところに入れて、はい、次はここの穴ですね、ここに入れて、ここで減らし目をしたことになります。はい、そして鎖を編んでこの次のスペースには長編みを3回入れます。2、3、はい、こういう形になりますね。次はまた普通に編んで、ここのところでこことこことここで、減らし目にするっていう形で、端の方端まで行ってください。そしたらここから、立ち上がってこうぐーっと一周
回ってきました。2目普通に編んで減らし目、2目編んで減らし目をして最後のところになるんですけれど、最後は2目同じ普通にね編みます。こことここは何もしないで普通に編みます。はい、これで最後は1つ鎖を編んで最初の鎖の3目目に引き抜き編みをする、こういう形になりますので、最後のところはここ、普通に編んでいるのが4つつながっている状態になりますけれど、もうこれはこれで、いいと思います。はい、次の段でもう一度、減らし目をします。はい、鎖3目で立ち上がりを入れて往復編みにしますので、編み地をこう返しますね。はい、こちらからいきます。はい、ここに2回入れて、はい、鎖を1回ですね。そしたらここで減らし目をします。ここと真ん中に入れて、そしてここの穴に入れる、そして鎖を1回、はい、そして次行くのはここですね。これは前段で減らし目をしているところになります。はい、ここへ行きます。ここに1回2回3回長編みを編みます。そして鎖で、ここは、1回ずつ1つおきに、減らし目をします。ここで1回普通に編んで減らし目しましたね。で普通に編んでここの部分で減らし目をします。こことこことここの穴に入れますね。こことこの真ん中、ここと穴、はい、こういう形で、長編みを3回編みます。そして、鎖を1回で、次入れるところはここになりますね。1、2、3と入れます。はい、鎖を1回編んで次は減らし目を編みます。ここね、こことこの真ん中、こことこの穴、はい、こういう形でぐるっとここまでね、ぐるっと回っていってください。そうしましたらここからね、ここからずっと編んでぐるっと回ってきて、またここに戻ることになるんですけれど、今、ここで減らし目をして普通に編んで、次は減らし目になるんですけれど、ここではもう減らし目をねちょっとできないので、もうここは普通に編みます。目数がね、人によって様々になっていると思いますので、その辺りはもう適当でいいかなと思います。はい、そしてよいしょ、最後は最初の鎖編みの頭に引き抜き編みをして、はい、減らし目のところをこれね、おしまいにします。こんな感じになってます。はい、でこれであと5段ほどもう増減なしで往復編みで編みます。はい、鎖3目で立ち上がりを入れて編み地を返しますね。この穴に長編みを2回入れます。はい、鎖を1回、ここは普通に編みますね。1、2、3、鎖を1回、はい、次もここですね。1、2、3と編んで鎖
次が、はい、入れる穴がここになりますね。この辺りに入れるとまた目が増えてきますので、ここね、入れる穴を間違えないように編んでいきます。鎖を1回、はい、こういう形でここね、次はここになりますね。でその次はここになりますね。はい、そういう形でぐるっとここまでね、編みます。そしてさらにこれで1段なので、あと4段、5段まで編みます。まあ、あの5段というふうにしましたけれど、あのお好みの長さで大丈夫です。はい、そしたらぐるっと、回って、5段ね、5段編んで、これが最後の、ところになります。1,2,3 と長編みを編んで、鎖を1回編んで、最初の立ち上がりの鎖の3目目に引き抜き編みをして、よいしょ、おしまいになりますね。はい、こんな感じ。ちょうどなんだろう、あのパフスリーブのような感じになって、これはこれで可愛いかなと思いますね。ここのところにこういうあの糸をね、毛足のある糸をつけて飾りにしようかなと思います。あの目数が、違ってないかよくね確認してくださいね。減らし目のところで、違うことをしていると最終この目がね合わなくなってきますので、はい、そこのところだけね気をつけてください。私がこれ編んだところで、この塊ね、この塊が12個できてます。はい、こんな感じになっています。はい、そしてこれね、袖、ここね、袖が両方編み上がりましたね。そしてあの羽織ってみて、この前の部分ですね、ここね、これがどんな感じになるかを見て、この部分を編み足すっていうことになります。編み足すのはこの裾ですね、裾からずっとこう、同じように編んでいったらいいかなと思います。はい、私の場合は、はい、来ましたか。ここ来てごらん。かかちゃん、かかちゃん、こっち来て。はい、どこですか。黒くてよくわかんないよね、あなたは。はい、ここまで来てごらん。はい、はい、はい、ちょっとそこにいて。あ、このその上に乗るとちょっとね、ちょっとあれなんだけど、打ち合わせの部分がね、ちょっと足りないかなと思ったら、ここのところを、編み足したいとね思います。ちょっときついかなと思いますので、2段ほど編み足そうかなと思います。この裾からね、裾からずーっと編んで、はい、フードを通って折り返して、反対側の裾ここまで行って、で大深みでまたこっちがこう戻っていくっていう形で2段編んでいきたいと思います。あとはここ2段編んだら、最終のこのね、これをつける作業をしておしまいになります。はい、こちらの方で説明をすると、ここね、ここからこう編んで、フードを通ってこういう形で編んでいこうかなと思います。これはね、もうあのこのままでも、体にね、フィットする方はいいと思いますけれど、ちょっと私に、ね、きつかったので、編み足そうかなと思います。